激しく動く世の中に、我らがスター横山裕二、じっと目凝らし時を伺う、見事なまでに時流の機微読み、皆々様にお伝えしつつ、ピリリと効いたアクセント、今宵もそんな舞台から破顔一生、楽しい時間を一緒に過ごしましょう。ザ・横山裕二ショー。アメリカの実業家、そして作家、ビジネスセミナーの講師も務めていたデール・カーネギーはこう言っています。この世は興味あるもので満ち満ちている。こんな素晴らしい世界でダラダラと人生を送るのはもったいない。そうですね。でも毎日バタバタしてるのもね、めんどくさい。毎日バタバタと毎日ダラダラだったら、毎日ダラダラが魅力的だなと思って仕方ありません。私が天才横山でございます。この番組は55歳になっています、私天才横山裕二が広島の大人へ元気を送る1時間のショータイムってことですけど、今日私はね、名古屋に行ってます。で、昨日の夜から名古屋に行っているので、今日は名古屋 CBC から生放送ということになりますけども嘘ばっか、ほんと。広島でやってる時も生放送じゃないっていう状況なる。なんで名古屋で生放送なんやと思うんですけど、名古屋ね、その映画愚か者のブルースが、いよいよ今日から名古屋シネマスコーレで公開ということなので、舞台挨拶に今日、そして明日日曜日も舞台挨拶やらせていただきますよということで言ってるんですよ。でさ、その名古屋で、新幹線降りるってことが多分もう20年以上なかったのよ。で、名古屋どこ泊まればいいんだって。大阪の時もさ、いつも文句言うじゃん。北と南が分かんないっつってて。で、名古屋もその街の中心部が栄っていうとこなんだよね。で、栄にいればいいのか、名古屋駅前にいればいいのかが分からないっつって言って。それで、わかんないことだらけだったので、東海ラジオに源石くんっていうアナウンサーがいて、で、その源石くんの番組に、なんかどうやら出させてもらえるらしいので、連絡先が書いてあったの。で、ちょっと電話してみようと思って、で、電話してさ、横山ですって言ったら、おぉつって、なんで電話番号知ってんすかとかって。いや、なんかそちらの出演依頼の用紙に、源石くんの電話番号書いてあったから、つって。電話しましたって、びっくりしましたとかつって言って、ちょっと聞きたいんだけど、宿泊って名古屋駅前がいいの？それとも、栄がいいの？って言ったら、いや、多分距離的に近いのどっちでも大丈夫だと思いますよ、みたいな話から、俺ね、昔、そのスポーツアナウンサーだったんだよ、つって、つって、スポーツやられてたんすかとかって。いや、そうなんだよ。で、一応7年間、野球の実況とかサッカーの実況をやってたので、その名古屋には、そのドラゴンズ戦で行ってたんだけど、都ホテル泊まってたのねって言って。だから、あのね、都ホテル、もうなくなりましたって。あんなでっかい、しかもちょっと象徴的ないいホテルだって、都ホテルがなくなったのって。いや、今もうないんですよねって。どこ泊まればいいかねって。いや、もうほんとどこでもいいと思いますよ、とかっていう話だったの。で、俺もわかんないけど、どうやらさ、駅前よりも栄にいた方がいいんじゃないかっていう気が俺はしたの。だって絶対飲むから。で、絶対飲んで、栄だったらそこで多分飲むから、歩いて帰れると思うね。だけど名古屋駅前にすると、タクシーで帰んなきゃいけないでしょ？だからそれが、調べたらさ、地下鉄で5分って書いてあったの。ってことは、タクシーで1000円か、まあ、かかって2000円か、ぐらいかな。で、夜だもんなと思って。で、東京でさ、一回、熊切あさみ、矢沢洋子、横山裕二っていうので、新宿で飲んだの。で、散々映画のチラシ配ったりとかして、で、いろんな人たちと飲んで、じゃあ帰ろうかって言ったら、タクシーがリアルに一台も捕まんなかったの。で、これは空車がないの。みんなネットで予約してるから、全部芸者なの。で、熊切あさみとか1時間手挙げてたんだよ。
本当嘘だと思うかもしれないけど、本当に俺らが熊切ちゃん捕まんないねって言って、で俺と矢沢は、あ熊切ちゃんもうちょっととりあえず送るから、たらもう熊切ちゃんいいです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 って言って、でも本当捕まんないから、俺たちはきっとなんかネットで呼ぶと思うから、携帯で呼ぶと思うから、とかどうなのかねって言って、いや大丈夫ですよ私はって言って、俺たち1時間ぐらいコーヒー飲んでたので、そろそろ帰らなきゃねって言って、外出たらまだいたのだから、ええーって言って、でそれで慌ててその矢沢陽子がそのネットのさ、なんかこう携帯にこういろいろと自分のカード番号とか入れて、で呼んだの、その携帯で、だから5分できたので、俺たちが乗ったで、たらまだ俺たちがタクシー乗って走ったら、熊木ちゃんがまだ手挙げてたっていうのがあって、え、嘘だろうと思ったから、ひょっとしてよ、名古屋もそういうことがあって、駅まで帰ろうと思ったら、地下鉄で5分の距離を、地下鉄で5分ってことは、歩いたら30分くらいで行くかとかって思ったら、もう歩こうとかっていうことになりそうじゃない。なので、ちょっとサッカーに泊まろうって思ったの。で、何を食べたらいいんだろうって思った時に、その、名古屋の美味しいものってみんな浮かぶ？浮かぶか。俺さ、小倉トーストと味噌カツときしめんぐらいしか浮かばなかったの。そしたら、あの、米田コーヒーの本店があって、で、米田がいいですよ。とか、あと、名古屋コーチン、地鶏ね。世界三大地鶏の一つなんだってね。その名古屋コーチンの親子丼が美味しいとか、あとカレーうどんの発祥って名古屋なんだって。だからそういうのとかいっぱい出てくるのよ。とか、あんかけパスタ。あとは、手羽先。まあこれもトリッカーでも。だから、いや俺ほんと名古屋全然わかんないと思って、で、悩んだ結局その源石くんと電話したじゃん。源石くんさ、俺ね、18日の土曜日の朝一番に、あの、北野誠さんのラジオに出なきゃいけないのね、って。CBC ラジオに、って。で、10時には CBC に入ってくれって言われたから、そうすると、広島を朝5時半とか6時に起きて、7時台の新幹線で行かないと、そこに入れないのよ、って。だけど、前の日に入ったら楽なんだけど、でもほら、何にもわかんないとこで一人で飲むって嫌じゃない、って。厳粛暇って言ったら、忙しいですけど、暇ですって。もうそりゃそうだよ。知らない番号からかかってきて、取ったら俺で飲み連れて行けって話だけど、嫌だろう、そりゃ。嫌だっただろうと思うの。で、どんなスケジュールなのったら、9時まで仕事なんですよ、つって。で、9時からだったら、お付き合いできますけど、でも次の日も早番なので、あんまり深いことを一緒にいられないんですよって、もう完璧に付き合いますが、それ以上はしませんみたいな。バリア張りまくりみたいな状況で、大丈夫。9時に会ったとしても、日付が変わるまでにはもう返しますからったら、あ、じゃあ大丈夫ですって。だから、何食ってんだろう俺今って思うのと、そのネットで調べていろんな美味しい名古屋の食い物とかが、俺は食えてんのかっていう。で、そう、原始くんは、じゃあ、飲もうねって言って、たら、名古屋らしいものを食べてもらうようには考えますから、って言われたから、名古屋らしいものなんだろう、いきなりよ、夜なのに小倉トーストが壊されたら、おいつって、そんなやり方があんのかよ、東海ラジオとかって思うので、いやいや、なんか自分の未来が、ちょっとした近未来が楽しみだなと思いつつ、今日も皆さんと共に楽しい時間を過ごそうと思う。週末の夜の都のステージング、ザ・横山雄二ショー。今日もごゆっくりとお楽しみください。あ、来週の木曜日祝日だと気がついた今日この頃、街行く人はどんな姿を私たちに見せてくれるんでしょうか。街角実況中継。今日はとある映画館からお伝えします。解説は街角ウォッチャー山田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。映画タイタニック 3D リマスター版が人気らしいですね。タイタニックは1997年前に公開されたんですよね。そんなに前になるんですね。で、絶対違うでしょう。ああ、すいません。26年前の1997年公開でした。懐かしいですね。監督はジェームズ・エメロン。ジェームズ・キャメロンですよ。エメロンはシャンプー。主役はジャック役のレオナルド・ディカプリオ。みんな、
俺様って呼んでました。レオ様ですよ。そしてヒロインはローズ役のケイト・ウィンスレット。多分編み物が得意です。ケイト・ウィンスレットって編み物のケイト関係ないですから。主題歌はセリーヌ・ディオンのマイハートウィルカルロスゴーオン。いらない言葉入ってましたね。マイハートウィルゴーオンですよ。アカデミー賞14部門にラミネートされ、ノミネートですね。作品賞、監督賞など11部門を受賞しました。評価が高いですよね。作品の中で有名なのがジャックとローズの選手でのシーン。ローズのセリフは皆さん真似しましたよね。私ぶっ飛んでるわ。ぶっ飛んでるのは山田さんですよ。私飛んでるわでしょ。最後にネタバレになるんで言っていいか分かんないんですけど、タイタニックが沈没します。みんな知ってますよ。街角実況中継、解説は街角ウォッチャー山田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はとある映画館からお伝えしました。東京スカパラダイスオーケストラ、めくれたオレンジ、一周忌ですね。そして開拓団、街角実況中継、とある映画館編ってことですけど、あのさ、そのタイタニック沈没するって、そのもう完璧ネタバレじゃないですか。でもっと言わせてもらうと、ジャック死ぬじゃないですか。もう完璧なネタバレじゃないですか。であれ死んで天国行ったらさ、よく友達とかが待ってますよとか、親とかが待ってますよって言うけど、待ってて地上と同じように振る舞われたら、いやー続きあんの？続きって思うよね。近所のおばちゃんとか、あんた来たとね、ゆうじくんって言われたら、もういやーこっちの方が、あの人たちがまだまだいてめんどくさいって思うよね。きっと今が一番と思うんですけど、この方々も紆余曲折ありましたが、今が一番だと思います。横山トークショー Today's Guest。 2月19日の広島のイベントはもう完売。 The Newspaper、 福本秀、山本天心。1971年7月14日生まれ、広島県神石郡神石高原町出身、タレント。1988年社会風刺コント集団ザ・ニュースペーパーを結成します。日々刻々と変わるニュースを素材にコントを仕上げ舞台化。その中で幅広い役作りで様々な政治家キャラを演じています。また個人としても活動しており、ソロステージ、トークライブ、ラジオのパーソナリティと幅広く活躍しています。山本天心、1962年10月4日生まれ、愛媛県出身、タレント。社会風刺コント集団ザ・ニュースペーパーの結成メンバーであり、独立後2009年に復帰。男性女性を問わず、子供から老人まで演じる役柄の幅の広さはピカイチです。あの、僕今日ね、このスタジオがちょっとピリッとした感じなんですけど、こんな大物が獅子に、うん、すいません、社長とかがちゃんと挨拶すべきなんだと思うんですけど、僕みたいな平賀で、麻生さん本当申し訳ないです。いやちょっとな、ちょっとあの麻生太郎だけど、ちょっと黙っててくれるか。ちょっと菅ちゃん、大変なんだよ。何言うですか。いや、岸田の野郎が、野郎って失礼でしょ、持つかなと思って。そういう失礼な発言。広島の駅前には何でも G7 サミットの電光掲示板作ってカウントダウン載せてるらしいんだよ、あと何日でって。あ、そうですか。でもやつの岸田のカウントダウンじゃねえか、あれ。いやいや、またそういうもんなやつがやめてください。持つか。持ちますから大丈夫です。そもそも、まあ5月にサミットやるんだけど、広島ってのはすごいよな。何がですか。ゴールデンウィークにフラワーフェスティバルって、あの46年ついてるイベントが有名ですね。にもかかわらず、サミットがあるったら6月にずらすんだよ。そうなんですか。そうなんですよ。プライドないのかな。それだから、そういう問題発言やめてください、それ。フラワーフェスティバルな。いやでもいいよな、本当。あの中国男子駅伝マラソン
あれで広島7位になったってみんな喜んでんだよ。いや素晴らしいじゃないですか。7位で喜べるっていうのがすげえよな。いやいや志が低いっていうのはいいもんだよな。いやそういうご表現もまたね問題ですから。この後横山裕二賞っていうなんかよく知らねえ中途半端なラジオに出る。有名ですから、まあ、広島では。でもね菅ちゃん大丈夫だから、そうですか。あの広島っていうのはカープさえ褒めときゃもうそれでみんな喜ぶよ。やめてくださいそういう言い方。日本で一番単純な人間なんで。失礼ですから、うん、何もう始まってる？これ録音されてます。ああ、広島の下地の皆様、失礼です。また出現か。麻生太郎でございます。そして、自分で言うのもなんですが、菅前総理大臣です。今日はあの横山さん、あの私の原稿はないんですね。私の原稿ないと喋れないんで。あそうか。申し訳ない。電通さん、電通さん。あ今日来てない。あすいません。今日は無口になります。本当申し訳ないです。申し訳ない。気が気もうローカルはね、本当に全ここまでの大物来られると何もできないんですよ。台本用意していただかない、うん、喋れないんですから私は。いや困ります。でも、うん、福本さん。麻生太郎だけど山本さんの、はい、山本天心です。で、はい、この二人が来てくださいましたけど、うん、福本さんはお会いした、まあ麻生さんはお会いしたことがあるんですよ、はい、山本さん僕こうやってお話するの初めて、なので、まあまあのどぎまぎ感が、だって元を正せば、まあ、ラジオで紛争してくるやつっていないですよね、うん、そうだよ。しかも二、人がね異常にお好み焼き臭い。いや本当に異常にいいよ。いかにも食べたんだなっていう。いもうあのうちのスタッフが呼び入ったら、もう皿を上に上げて口の中にお好み焼き放り込んでたって話して、飲んでたな。でも横山さんこれでも気遣ってネギは食べなかったんですから。許してくださいよ、僕大好きなんですよ。俺は食べたけどね。食べてましたよねちょっと福本君は。これでも我慢したんですから。ネギ臭くなるなスタジオがと思って。いやでも初めまして。あそうですよね、よろしくお願いします。初めまして、総理官邸からやってもらいました。いやあそうだ総理じゃないんだ私今。そ そうなんですよ、うん、でも総理が来たかったんです。はい、思ったんですけど、ほらいよいよね、もう明日ですよ、はい、2月19日そうなんですよ。なんですよそう、だ時に俺ね、ほら、うん、福本さんとか特に安倍さん亡くなったじゃないですか。そうなんです。どうするんですか。昨年あ来ましたよ、亡くなりました安倍晋三。来ましたよ。あどうもどうも。ただね、やっぱりあの生きてる時のネタもあれば、はい、天国からのネタっていうのもあるわけなんです。あなるほど。そっからしか言えないことっていうのがあるんです。はい。まあ、うちのお客様ですね。やっぱり、年配の方も多い。そういう方たちにメッセージを送るんです。はい。ね。皆様、いずれ向こうでお会いしましょう。失礼ですよ。うん。いずれじゃなくて近いうちの方もいるかもしれないです。もっと失礼ですから、それ。ね、そういうメッセージをね、送るんです。はい。ね。で、そして、この天国から投げかける言葉の中にはですね、ちょっと悲しみと、はい。そして、楽しさと、うん、この、ちょっとこれ微妙な感じがいいんですよね。あ皆さん、向こうでお会いしたら、憲法改正がどうなったか聞かせてください。とか言うと、もう、安倍晋三が言うと、ちょっとグッとくるでしょ、うん、拉致問題、北方領土問題、どうなったか聞かせてください。はいはい、やり残したことがいっぱいありますね。岸田さんがいつまで持ったか、聞かせてください。いや、横山裕二はいつまで朝からあんなバカなこと言って、下ネタを言ってたのか。ご本人目の前に。やっぱり最後はクビになるのか。やめてください。それとも一気に管理職になって、ソース感食らうのか。いやそんな風にね、まあ、ちょっとメッセージを投げかけようかなとかね。でもね一時期、はい、そう政権がものすごいスピードで動いてた時期があるじゃないですか。で逆に今みたいにちょっとこう安定してくると楽ではあるんですか、はいはい、それともコロコロなった方が、うん、やっぱりこのニュースペーパー的には世の中が荒れれば荒れるほど、うん、やっぱりニュースペーパー面白くなる。岸田さんの支持率が低くなれば低くなるほど、うん、ニュースペーパー面白くなるんですよ。申し訳ないですけど岸田さんには。その辺田原さんどうなんですか。あのね、あの横山さん、あんたに来た、なんでね日本は景気良くならない、なんで自民党は宗教定義ない、どうなんだと思う、なんだろう、わからない、あんた日本から出てけよそんなにが。いや何言ってた。ちょっと話聞いてあげてください。田中さん、ね、話聞かないんだよ田中さんというのは。一刀両断だから話聞くまでもなく、うん、でもね、あの横山さんね、その今さっきの話、その安倍さんが亡くなった3日後にうち公演だったんですよ。あ、はいはいはい、これは福本君つらかったですね、そうなんです、ね、ネタは2つ3つ飛ぶわ、やっぱり安倍さんのことを批判できない空気だったんで、
もう全部もう牙剥かれたのもう剥がれた感じで、確かに、いやこの時はやりづらかったですね。いや確かに安倍さんの葬儀の次の日が本番あったんですね、うん、はいはい、1週間続く公演のスタート、あの時ですよ、うん、僕出てって一番やっちゃいけないのは多分、まあ、僕 CG をしてるとかよりも、まあ、長屋で演じてたので、はい、まあ、ちょっと悲しくなって泣いちゃいけない絶対、うんうんうん、と思ったんですよ、はいはい、で安倍さん出てきて僕が喋った後、菅さん役で山本天心さん出てくる予定になってたんですよ、うんうんうん、泣いちゃってんすよ。いや僕ね、自分の CG でも何でもないんですよ。やっぱでもそうなるんだ。そう、だからなんでそうなるのか、別に安倍さん CG 審判でも全然ないですし、うんうんうん、どちらずっとはっきり言うと、うん、嫌いな方だったんで、うん、俺今の話とか聞くと、でもなんで舞台で涙が出るのかな、弟子さんってバカなんだなって今知識そうでしょ。いきなり出てきてね、もうちょっと感極まっちゃって、感極まっちゃって、うん、でそれがですね1週間やったんですけどね、うん、山本さん初日2日目3日目ぐらい結構なんかグッときましたね、でしょ、はい、で4日目5日目ぐらい落ち着いてきたんですよ、おい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 、もう大丈夫かなと思ったら千秋楽、うん、また泣いちゃってねえ、なんでこんな嫌いな人なのにいやいや涙が出るのかなと思って、まあ、確かにね、うん、まあ、あのお亡くなり方はそれは誰でも悲しいのだったんですけど、このプロのステージとして演じてて、うん、社会風刺コント集団ですよ、うん、泣いちゃダメだろう山本さんリハーサルの時言ってたような気がするんですよ自分でね、うん、しかも僕が書いてきた台本なんですけども、うん、じゃあ稽古場で読み合わせしようかってその台本読んでたら、うん、もう涙がバカバカバカってね、いやでもそんなもんなんですね、リハから出てきちゃって、うん、いやー何なんだろうこの涙は、予測しなかった涙は。でもあれはだからほら、まあニュースペーパーっていうとね、はい、それこそある意味不謹慎、うん、そうですね。ね、よく反射で、はい、でも本当は、はい、もうブラックジョークだし、はい、だけどだからこそ、そのステージしか見られないとか、うん、ステージだからこそ言えるっていうこともあったりするじゃないですか。で、僕らはそれを、その自分たちも、ちょっと俯瞰気味に、見ててやってんのかなとかって思うけど、うん、演じるときってやっぱ、そういうのが、逆に言うと、憑依するのかもしれないですよね。ああ、それはあると思う。自分がこう熱を持っちゃうというか。僕も、ありますあります。菅さんの立場で語らなきゃいけないのと、うん、やっぱりもう一個のはやっぱり、反、うん、やっぱ自民で語らなきゃいけないところなんで、うんうん、やっぱでも菅さんで喋ると、うん、菅さんになりきって、喋んないといけないんで、やっぱどっかしらこう、より添ってみたいな。そうそう、もう名優ですもんね、ある意味ね。そこが幕府で持ってないと、やっぱり菅さんでも成立しないところがあるんで、うん、そういう、いや、おっしゃったようにあるのかなと思いますね、うんうん、今の聞いたらちょっとあピュアなんだっていう感じがする、うん、私もですねまた戻りましたよ、また入ってきたよ、また入ってきた思ったのがですね、特に着地点を考えずに亡くなった後ですよ、国民の皆さんこれから昭恵のことをよろしくとか心から出たんですよ、昭恵はまだ60歳になったばかり、はい、だこれからも飲み歩くこともあるかもしれない。ハメを外すことあるかもしれない。だけども、2回に1回ぐらいは見逃してやってください。とか。多いな、2回に1回。うん。そうですね。ハメ外しすぎかもしれない。なんか、そういうのは、まあ、不謹慎ですけど、うんうん、ちょっとどっかこう、確かに横山さん言う通り、ちょっとピュアな、入り込んで言ってるかもしれないですね。うん、うん。うん。なんかだから、本当に僕らは、その、いわゆる、そういうのを、ほら、ニュースペーパーのって、無理くり入ってくるじゃないですか、こう。似てるからどうとかじゃなくて、もう、そこに無理くり入ってきて演じられてて、こっち側は、なんかこう、ご都合主義なんじゃねえのか、みたいな。政権が変わるたんびに、同じとか違う人を始めたりとか、するじゃないですか、ね。って思ってるけど、やってる時は、だからやっぱ、役者っていうか、入んだな、みたいなの今、天使さんの話聞いて。その泣いたっていうのを聞いて、あのお客さんから言われたことがあって、うん、そのまああの田原総一郎さんも得意であの、うんうん、やってんだ僕は、うん、横山さん嫌い、うん、俺は田原総一郎さん嫌いだわ俺嫌いだでね、やってる時にお客さんから、うん、あれあの浅田真田原さん田原さん自身が降りてきてたよって言われたんですよ、うん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 、乗り移ってたよって言われて、逆に嬉しかったです。いやいや、役立って面白いなって思いますね。立場も、うん、ね、その育ちも環境も何にも違うけど、それをずっとやり続けてたりとかすると、やっぱなんか、ありますね。ちょっと身内感というか、親族感というか、は出てくるのを、
今ちょっとおーと思ったですね、うん、あだから見え方見方が変わるというかニュースペーパーのそれってあのお客さんの中にもあるみたいで、うん、その身内感がお客さんの中で強くなって、うん、で例えば、まあ、プーチンさんがこんなすごいニュースをなんかしでかしたみたいになると、はいはい、まずプーチンさんのことを考えずに、うん、ニュースペーパーどうするんだろうっていうお客さんが考えるらしいですよ、うんうんうん、このプーチンは誰がやるのかなとか、うんうん、これやる人つらいなとか、はいはい、そういうふうな身内感覚になるらしいですね。なんかコアになってくると。いやでも福本さんはほら人生高原町の大使を、はい、そうなんですよ、やられてるじゃないですか。ふるさと大使をやらせてもらってね、はい、よくこんな不謹慎な人を人生高原町、はい、あんなピュアな、いやいやいや、あんなさ何を言ってんか、ふるさとをみんなが大事に思ってるところからなぜこんなのが生まれたか。いやいや、こんなのなんかしてたねえ、あんたしてた本当にね、本当広島市の人がね、うん、人生高原町に対してね冷たいんですよ、うん、どうも同じ県とあんまり扱ってくれないというか福本さんがいるからじゃないですか、人生高原町がで盛り上がるのは、ね、今気温が低い日ぐらいですよ。いやいやいや、ことないですよ。気温が低い日はあれ庄原の高野かな、それとも人生高原、どっちが一番気温が低いのかなっていうところでガッとこう出てくるみたいな。確かにそうですよね、うんうん、確かにそれぐらいしか、あとまあ選挙の時のね、はい、投票率が異常に高いとか、あ異常に高いんです。すごいですよね、もう80、90いくんじゃないかぐらい、そんな長いですか。すごいですよ、そうなんですよ。うわ、北朝鮮が人生高原町何言ってんすか。すごい高いですよ、びっくりします。いや普通日本ってそんなないですよ。いやそんなことないですよ。いやすごい、すごいですよ、びっくりです、ね、投票率。ということで今日のゲストはザ・ニュースペーパーの福本秀さん、そして山本天心さんってことですけど、あのディレクターのねメガマックポジションから、もうここまで行くとどれが問題発言か分かんないので、そのままガッツリ言ってますみたいな、まあ、万が一問題があった時は福本秀さんが悪いですと。でもっと言えば福本秀さんは神石高原町の観光大使なので神石高原町が悪いですってことをしましょうみたいなみんな問題を横に横に横にみたいな。まだまだ続きます。でも神石高原町でもね、ちょっと役場の不祥事とかあったりしたんですよ。そう、この間びっくりして、うん、あった。でも広島県でいうとね、うん、県庁でまたいろいろあったり。はい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 。まあでも、まあ、広島ね、金問題は聖地みたいな感じですか、ね、なんだかんだで、総合商社的なとこありますよね。なんでもかんでも、ね。本当金の聖地になってきます。金の聖地。その辺蓮舫さんどうですか。蓮舫です。急に振るのやめてください。ラジオで来ましたね、蓮舫さん。もう忘れていたネタでございます。最近見たことないですよ、ね。横山さん配信。あ、よかった。それだけでも帰ってきてよかった。振って急にもう忘れて失敗。よくご存知ですね、横山さん。私が蓮舫さんやってたの。俺ね、何気に福松さんでも言ったけど、まあまあニュースペーパーが好きなんですよ。いや、どっぷりですよ、結構。で、意外と歴史とかもちゃんと分かってて。あら、嬉しいですね。はい、でも振って失敗って。完全に言われてなんかすごい恥部を見られたような感じがしますね、なんか横山さん。でもその頃から知ってて。そうなんですよ、だから初期メンバーだとかいうのを分かってて。そうなんですよ、恥ずかしい、なんかそうなんですか。でこれ今回は、あの広島本部テレビの主催、はい、そこ出ましたね、ね、すごいですよね、今はっきり言っちゃうっていうこれが天才横山裕二ですよ。ところが大きいですよ。いやいや、でそのホームテレビがね、力入れてアステルプラザ大ホールですよ。ニュースペーパー大ホール入んのかみたいな。すごいですね。明日心配ですよ。そんなね、なぜもっと手頃なホールじゃないの。なぜ中ホールにしなかったって思うけど、ね、まあ、大ホールですよ。そうなんです。どんなことやるんですか今回は。今回秘密。なんで秘密でねえじゃねえとか。明日ですか。明日ですね。いやね、すごいんですよ、前、中国新聞さんにですよ、河合夫妻のことで、僕のコメント求められて、ちゃんとした政治面に意見してる真面目な顔の、僕出たんですよ。はいはい、で、これ乗りますからって横山さん言ったら、もう午前様様で、これ出てんだよ、福本さんが、って。でも福本さんって、あれぐらいの人じゃないですか、って。なのになぜここ出てるかってことは、福本さん自体がお金払ってんじゃないの中国新聞にとか。もう、半分当たってますよね。最高でした。いや、でもやっぱ、広島ってそのニュースペーパーって、まあまあちゃんと、ずっと来てくださってたから。まあまあちゃんと来て、年に一回必ず来てますからね。そう、はい、でもね、去年来てなくて。うんうんうん。だから、岸田総理なんと。そう。初か。
いや、初なんだ。お膝元です。で、去年だったら支持率高かったのに。そう、今最低ですからね。出てって広島市民、広島県民どんな反応をするか、うん、もううちの今演じてる浜田太一さんドキドキです、うん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 、今回もだからステージは生々しく、うん、しかも鮮度が高く、はい、もうまさに今みたいなことだから繰り広げられるわけでしょ。そうそう、だから今日この収録日にまさに公演だったらもう本当にその県庁の話もすぐ出すし、はいはい、さっきちょっと冒頭で麻生さんで言ってたようなその、ね、うん、マラソンの話も、はいはい、やっぱりそのね、すぐ起きたことはやっぱり言わないと、うん、いやでもあれはやっぱその新聞、まあ、ニュースペーパーだけに新聞を見るとか、あとその自分が演じてる人たちがどういうふうにやってるかとか、やっぱちゃんと頭に入れるわけでしょ、うん、もうだからこまめにもう細かいところまで読んでますけども、うんうん、僕もこの間のネットニュースで、うん、あの菅さんが岸田卸しののろしを上げた、はいはいはい、もうネットじゃ結構出てきてるじゃないですか、うんうんうん、でも一般では全く騒がれてないんですよ、はい、で、うん、このギャップってなんだろうなと思って、うんうん、で結構そこが盛り上がったなというネタ作ってたんですけども、はい、やったら全然ウケないんですよ、それで。だから世の中 まだ情報がまだ全然来てないんで、岸田卸の、いやでも多分それはきっと僕らまあ一般の人からするとそこまで政治に興味がないんですよ、うん、かもしれないです。確かにね、か前だったらやっぱその国民っていう僕ら一般の人たちは監視の目をちょっと持ってたりするじゃないですか、うんうん、今もうそんなことじゃなくて、もっと楽しいこととかの方が気になってて、だからそっち側に目がいってない気がしますよね。確かにそうなんでしょうね。ね、ワールドカップも終わっちゃったしもね。でももうやっぱ次はもう WBC ですよ。WBC。そりゃ、聖夜も帰ってきてとかね。はいはい、で、でもそう、まあ、選挙に間に合わないからあれだけど、それこそ WBC とか、もし次優勝したら、大谷に国民優勝とか、ダルビッシュとかも、日本チームにみたいなこととかもやるでしょうよ、うん、きっと、うんうん、そうですよね、はい、だってサッカーの女子の日本代表がワールドカップ優勝した時に、うん、やっぱ国民賞を渡したわけじゃないですか。そうですよね。だからやっぱなんかイメージがいいところに乗っかっていこう乗っかっていこうみたいな。岸田さんもやっぱこう WBC どっか始球式とかやるでしょうね。ねえ、確かに確かに。そのまま総理も投げ出すみたいなね。終わらないですね、もう広島ね。でもあの話があるとその防衛費を、はい、やっぱりこう、うん、バーンとこれから、うん、打ち出すと43兆円でしたっけ、うん、やっぱ一番喜ぶのは、はい、やっぱあのバイデンさんなんですよね。おいおい、この間バイデンさんと岸田さん の、 あの絵面見ました、見た、肩組まれてたんですよ。なんかもう飲み込まれてますみたいな、ね、ね、マウント取られてますみたいな、ね、あれちょっとと広島の人はどう思ってるんですかね。ちょっと情けない感じだな、うん、僕は僕は。いやいや、菅ちゃん、あ、それは違う。麻生さん来ましたよ、麻生太郎だと、はい、岸田はよくやってる。あ、そうですか。異次元の少子化対策ってのは私は素晴らしいなと思って。あ、そうですか。だって異次元の少子化対策、うん、異次元って聞いてどう思う、うん、あ、実現しないんだろうなと思うね。確かにそうですね。な、ちゃんとこう伝えてんだよ。なんてことをまあ言ったりね。なるほどね。うん、異次元っていうのはすごいですよね。だから多分、まあ、少子化対策ってことは、うん、ね、いたしてくださいってことじゃないですか。あ、さすが、皆さん、さすが、ね、さすが得意な領域ですね。そう、来ました。そうか。下ネタに持っていくところまで横山さんが。へそからさん来ました。しなさいって。ね、さすが。確かにそれでも言いづらい。いたしてほしいですと、うん。それを異次元の感覚でやってほしいってことだから、多分マジックミラー号とか、みたいなのを、さすが政府が準備してくれる。誰がマジックミラー号ずっと引き込んで、マジックミラー号を用意いたしますとか岸田さん言うわけないじゃん。なんで、わかんなかった今。すいません。でもね、あの僕ね、はい、ちょっと賛同できるところがある。あの横山さんちょっと正しい部分ある、はい、その少子化問題で、うん、僕あの僕もやってほしいなと思うのは、はい、婚姻届あるじゃないですか、うん、結婚したら僕それ以前に、はい、あの恋人届っていうのやったらどうかなと思って、はい、アメリカみたいね、 あるんですか、アメリカ、アメリカヨーロッパ結構あるんですよね。あ、まあでも、契約社会ですからね、そういう期間がね、はいはい、同棲期間とかあるんですよ。でその一時がその長ければ長く、うん、例えば3年付き合って結婚に至ったら、うん、はい、補助金がバーンと出たりとか、あ、そこね、うん、まあ、そのなかなかちょっとラジオ言いづらいですけども、はい、そのね、その子供を作るための、うんうん、その回数によってその、あの補助金が出たりとか、そこは何でしょう、しどろもどろで、いや、横山さんの領域なんで、下ネタはね、我々普段言ってないから、我々言っちゃダメなんですよ、下ネタは。あれ、はい、純粋で、まあ、そうすると、結婚、離婚を繰り返す方がいるかもしれないけど、うん、例えば、結婚したら、うん、あの、100万円あげます、うんうんうん、そう、子供が生まれたらみたいに言うから、うんうん、ちょっとなんか、
ええー、ってなるけど、あの結婚の、いわゆる結婚費用を、うんうん、いわゆるほら、あのほら、医療費とかと同じように、うん、何割か国が負担しますよ。上限いくらとかって言うと、うん、みんな結婚しやすくなったりするのかなとか、うん、結婚しやすい環境、その会社とかも作っていけるようになるのかな、うん、みたいな気はするから、うん、異次元って言ったらその件ではまさにそれが異次元だと思いますよ。やっぱり、一番すごいのはやっぱり、うんマジックミラー号を異次元の少子化対策で結びつけた天才横山裕二が一番すごいな。でも横山さんらしい。ね、それ面白いですね、それ。だって、確かに、ね、そういうことを、こう、子作りをたくさんしなさいってことですもんね。でもそういうことですもんね。しやすい社会にするって。で、そして、あの、ほら、無料で見られる動画があるじゃないですか。はい。いろんな動画があるじゃないですか。あれを全部シャットダウンするんですよ。シャットダウンだってほら、見ちゃうと、あ自家発電になっちゃうから閉じちゃうともう生身で行くしかないじゃないですか。異次元異次元だな異次元だなやっぱり岸田さんダメだよ、うん、横山裕二に相談しないと、ね、ここに関してはファンタジスタでやりたいと思うんですよ、うんもうちょっと衆議院でちょっと法案かけますよそれ、ね、俺どんなマニフェスト書けばいいか確かにシャットもう全部シャットでもあれ見ちゃうから、うん、自分でしちゃうわけじゃないですか。そうまあ気持ちわかりますよ厳しくね、厳しく堅実に目を向けなきゃいけない、それぞれ中国みたいにもう全く見られませんよっていうぐらいにしとくと、うんうん、もうじゃあ身近なところで恋人同士がとか、うん、夫婦がとか なるじゃないですか。まあでもそこかも根っこはそこかもしれないですね、うん、真面目な話真面目じゃないですけど、ね、やめてくださいよもうなんでこうちょっとうちの山本天心さんなんかすっかり感化されちゃって、僕ね G7 ならぬ G3 みたいな、あ G3 が、はい、G3 がこれ喋ってますよ今ね、ジジイの3人ジジイの3人しかもネタ得意と得意じゃない2人でね、でも、いよいよその2月19、はい広島 JMS アステールプラザ大ホールで行われます、はい、でこれほんとたくさんの方々も常連さんみたいな方々もたくさんいらっしゃるだろうし、そうなんです、ニュースペーパーまだ体験してないよっていう方もいらっしゃるでしょうから、はいうん、どのように楽しんでくださいとか、うんはい、こういった楽しみ方してくださいみたいな方はちょっと、まずですね、はい、もう早速取り入れまして、はい皆さん今日からですねたった今から、うん、明日のこの2時半の開演まで、はい、もう YouTube とか TikTok 全部禁止、おお面白い動画もう見ないもう見ない何にも見ずに我慢してニュースペーパー来たりより楽しめる、どっかで聞いたことあるぞそれねそういうねどっかで聞いたことあるぞそれそう我慢して我慢そう、どっかで聞いたことあるで、ただ、まあ、ニュースペーパーの下ネタが本当に禁止なんですよ、うんうんうん、暴力とか下ネタ禁止なんですよ、絶対ダメなんですよ、はい、そういうの、なのでそういう意味で言うと安心して来れます。ああ、なるほど、なるほど。はい。ちょっとブラックジョークではあるけど、そういったことはないってことですね。そうなんですよ。はい、だから3世代とかで来ても安心ですよね。そうですね。おじいちゃん、おばあちゃんがこうちょっと、あ、孫に見せれないってことはないんで。うん。それは言えますね。でも逆に下ネタが全くないから、うんうん、横山さんは楽しめない。ああ、そう。面白くないと思う。そこそうだろとか、そこは下ネタに行くべきだろとかって。あ、でもそれ聞きたいですね。2時間見てもらって、うんうん、あそこはこれ行けたのにとか。ああ、確かにそこの予想して。ね、はい、あそこまで言えばこれで行っちゃえばいいのにとか。うん、あそこ弾道ミサイル撃てたのにみたいな。そういう方でね。そういうご表現で。それは面白いな。いや、でも、グランニュースペーパーみたいな。ね、いろんな突っ込み方もあるだろうし、ニュースペーパーに関して言えば。ね、でも、やっぱ、何が一番楽しいかというと、その、なかなかもうテレビでは全くできなくなったし、そうなんですよ。で、ラジオでももう、どん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 きつくなってきてるから、はい、そんな中、いわゆる舞台だったらとか、はい、こういった閉ざされた空間だからこその熱量があったりとか、その表現できないこととか、言えないこととか、はい、まあ、逆に言いづらいこととかも、ガンガンに、そのネタにしてやってくださるから、その辺の期待度は皆さん高いでしょうからね。確かにね、なんかもういろいろ配信とか DVD にもね、入れれないようなネタもやっぱりありますからね。だから最近ほらなんかするじゃないですか。そうするとそれが配信されてるから、今までだったら言えたのに、そうなんですよ。逆に残っちゃうから怖いみたいな時ありますもんね。あります。ありますよ、亀さんでも。いや、あります。あります。ある。ほー。だから意外と本音を語っているようですが。あ、あら、うまいことやってんだ。はい。ちゃんと、あの、疑似的な。あれ、疑似的、すぐそういう。寸止め的。寸止め的。昼間に、まあ。いや、撮ってんの、まあ、まさか言うとですから。
本当朝から飲む親父みたいな感じですかね。いやでもいいですね、このふらけた空気は。でも天心さん、広島の方々がいよいよ明日、はい、と思って待ってますんで。もう本当ニュースペーパーっていうのは、はい、もう昨日あったニュース、うん、もし昨日でっかいニュースだったらもう明日もう入れますから、うんうんうん、もうそのくらいもアップデートもすごい、はい、もうフットワーク軽くやってますんで、うんうん、あと世の中のこのやっぱりガス抜き、私はガス抜きですけども、うんうん、ガスは抜かない、うん、ガスは抜いてもいいけど、うん、不満あるじゃないですか、うん、その不満、ああそうだよね、お前の言う通りだよねというなんか共感の笑い、うん、そうするとなんかストレスがわーっとこう抜けて、なんか明日が楽しくなるような、そういう舞台を目指してますんで、はい、楽しんでいただけると思います。わかりました、絶対に。はい、逆もさ、うん、はい、よかったです。明日に向けて。とにかくやっぱりですね、もうニュースを見て、だから本当に今あんまりニュース興味ないかもしれない。うんうん、だけど、やっぱり明日に向けて、ちょっと今日は、ここからもうネットとかチェックする。うん、岸田さんどうしてるかなとか。で、予習しとけば。さっき見るな。ネット見るな。見るなって言ってさっき。下の根も乾かぬ。さっきと言ってることは違う。どっち使われるか分かんない。編集を考えるな。RCC のね、ニュースを。事情によってね。見て聞いて。ニュースも読んだりしてますもんね。してます、してます。ね、あれ、広島の人おかしくてしょうがないじゃん。いや、もうゲラゲラ笑ってますよ、きっと。ねえ。どこで下ネタ言うのかって言わねえのかって。それは言うわけない。ニュース読んだりしてされてるんですよ。あ、そう。そう。局穴ですからね。見えないで、局穴ですよ。だって僕、入り口が下ネタからだったからよ。そうなんですよ。で、最後に伝えることではなかったですけど、局穴です。局穴すかな。よく首飛ばさないですね、ホームテレビ。ホームテレビじゃないですよ。RCC ですよ。RCC。何すげえですよ。というわけで、本当に、はい、まあ、予習してもらってもいいですし、はい、見なくてもいいし、はい、でも、まあ、来て、とにかく共有できるの楽しいと思うんですよ。うんうんうん、さっきもね、山本さんと話したんですけどね、やっぱ配信とかと違って、はい、やっぱ劇場って行くまでも、実は一緒じゃないですか、はい。我々も駅から行ったり、ホテルから行ったりして、うんうん、寒い日には我々も寒くて劇場入ってるし、はい、皆さんもそう。だからそういうなんかこう天候とか同じとこを体験してきてるから、またそこでしか共感できないことあるんですよね。うん、今日の今のネタというか、その時の空調だったり、うんうん、誰かの携帯がちょっと鳴ったり、はい、誰かの、体内からちょっと変な音が鳴ったみたいなのがみんな明らかに聞こえてたりしたら、うん、ねえ、なんかやっぱりこう一緒ですもんね。はいはいはい。まあ地震起きた時ありましたもんね。ありましたね。まあでもそれがまさに大変ですよね。あの時安倍総理やってて、うん、やっぱ地震起きた時に、すごい早く逃げちゃったんですよ。その時に、まあ本物に申し訳ないんですよね。なんか客置いといてすぐ二の一番に袖の方に行ってて、ちょっと総理って言って、リアルに逃げてる感じが、でもその場だけの笑いですもんね。うんうん。いやでもなんかそういう共犯者というかね。ね。うん、そのコロナで、そのみんなが集まれなかったっていうことも含めて、うん、でもその間に俺たちはいっぱいいろんなその政治家から出てくる言葉とか態度とか見てたりとかするから、はい、それが多分今回のものにいっぱい詰められてるだろうし、うん、もう今の今みたいなこともいっぱいあるだろうから、ぜひ見ちゃいけないものを見て楽しんでるみたいなところも含めて、うん、そうですね、はい、ニュースペーパー、はい、ぜひぜひリスナーの皆さんは全国公演で広島いよいよと、はい、いうことになりますので、はい、広島 JMS アステールプラザ大ホールに足を運んでいただければと思います。ぜひぜひお待ちしております。田原さん、ありがとうございました。いや本当ね、もうね、今日はね楽しかった。本当に楽しかった。一旦コマーシャル行かないで、行かないで、曲に行くなら曲で。麻生さん、ありがとうございました。いやどうもありがとう。蓮舫さん、ありがとう。ありがとうございました。蓮舫はいらんわ。ありがとうございました。ありがとうございました。横山雄二賞ということで、今日のゲストはザ・ニュースペーパーの福本秀さん、そして山本天心さんということでしたけども、福本さんはね、この番組でちゃんとお伝えしてますけども、人生高原町のふるさと大使、まあ、観光大使みたいなもんだね、ふるさと大使。この間なんかLINE が来てさ、こんなことをやらせていただいて名誉なことでしたつって、人生高原町で日本で一番遅い節分っていうのがあって、でそれで豆まきしてたけど、鬼お前だからなつって、福本お前が鬼だからな。ふるさと大使なのにさ、いやうちの町でさちょっと不祥事があってさみたいな、それ不意調することじゃないからな、みんな忘れかけてたのにみたいな、
掘り起こしやがってみたいな。でもね、こうやってあのザ・ニュースペーパーはなんだかんだ言いながらイベント完売させるんだなとかって思ったりするので、ぜひあのネット動画とかでも面白いものが実はいっぱい出てたりとかするので、皆さんもどんな人たちなのか確認していただいて笑っていただければと思います。さあ、君こそスターだですけども、広島で活躍するまたは活躍を夢見るアマチュアアーティストを応援するザ・スターは君だですけども、最近はメジャー系のミュージシャンの方々がここで自らの近況を報告するというコーナーになっています。今日は2月22日なのでもうすぐですね。間違いじゃない、泣いたりしない、そしてスキップスキップスキップ、君と僕の絆のトリプル A 面シングルを発売します。椿ファクトリーの皆さんからコメントが届いています。 RCC ラジオザ横山裕二ショーをお聞きの皆様、天才横山さん、こんばんは。こんばんは。椿ファクトリーの岸本ゆめのと、はい、福田麻凛です。はいよ。広島といえば、私、はい、岸本はですね、去年ライブで広島県に行った時に、はい、一人でお好み焼きを食べに行ったんですよ。で、そこでお店のおっちゃんと仲良くなって、そう、帰る時に、また広島来たら絶対ここ来ますって約束して、そうなんです。だから早く遊びに行きたいんですよ。私、福田は広島県に行くといつも買うものがありまして、うん、揚げもみじがすごく好きで、本当に広島に行くたびに、あの、自分が食べたことない味とかも買ってみたりしてるので、うん、本当にもっともっと広島には美味しいグルメもたくさんいいところもあると思うので、いつか椿ファクトリー12人で広島観光とかもしてみたいなって思いますね。そんな私たち椿ファクトリーですが、2月22日トリプル A 面シングル間違いじゃない泣いたりしないスキップスキップスキップ君と僕の絆フィーチャリングキキをリリースします。おめでとうございます、はい、3曲とも本当にまた違った魅力がある楽曲が3曲揃っていて、うん、特に間違いじゃない泣いたりしないなんかは本当に大人っぽくてシックな雰囲気が特徴的で、うん、あの英語の歌詞にメンバーが挑戦しているところもいい見どころなんじゃないかなって思います、うんうん、ミュージックビデオが YouTube にて公開されてるんですが、はい、まあ、歌だけじゃなくてダンスも本当にかっこいい、ナンバーになってますし、12人それぞれの表情なんかにも注目して、ぜひ見ていただきたいなと思います、はい、4月からは全国を回るツアーが始まります。椿ファクトリーコンサートツアー瞬間というタイトルで、5月21日には広島上野学園ホールにライブしに行きますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。それでは聞いてください、椿ファクトリーで間違いじゃない泣いたりしない、ザ・横山裕二ショー。メッセージありがとうございます。ということで今日の君こそスターだは2月22日なので、あと4日先かに発売されます。椿ファクトリー間違いじゃない泣いたりしない、お送りしましたけども、椿ファクトリーはこの間見たんですよ。ちょうど上野学園ホールでアンジュルムと一緒にやった時かを見に行って、でその後アンジュルム椿を見た後モーニング娘。お茶ノーマで連チャンで見させていただいたんですけど、今度は5月21日日曜日上野学園ホールで椿ファクトリーとモーニング娘。23が一緒にやりますよということなので、ファンの皆さんぜひ足を運んでいただいて、この辺はもう声出し OK になってんだよね。この間俺が行った時はまだ声出しダメだったんですよ。でハロープロがどうなってか分かんないけど、世の中的には声出しも OK ですよっていうことだったり、もうマスクを外しててもいいですよっていう時期なので、またあの活気が戻ってくんのかなみたいな気がするんですけど、活気っちゃね、今名古屋にいる私ですけども、明日も映画愚か者のブルースは名古屋のシネマスコーレでお昼の2時40分から上映スタートで、上映終了後横山裕二監督が舞台挨拶をやらせていただきますよと、あと名古屋のいろんな番組ちょっと荒らしますけど、皆さんラジオファンの皆さんついてきていただければと思います。あと来週25日は横山名画劇場横劇が福山駅前シネマモード、映画は私をスキーに連れてってスクリーン上映、そして26日日曜日は三原リージョンプラザで映画愚か者のブルース出張上映プラス横山トークショーということになりますんで、慌ただしいですがぜひ皆さんお付き合いいただければと思います。来週は超9名登場、天才横山でした。